何もしねえで逃げんのかよ。お前が冷静で助かるぜ。わかった。てめえの化けの皮絶対引っぺかしてやる。首洗って待ってろ。ここの連中はいたぶり飽きてたところだ。いつでもかかってこい。命が惜しくないならな。相手にするな。行くぞ。つうかよ、これ着替えた覚えねえし。喜んでいいのかそれ。けどお前のよりは悪くねえ。静かに。どういうことだよこれ。意味わかんねえ。前に言ったろ、パレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前に眠る反逆者の。言ってもわかんねえか。わかんねえ。ならいちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れとけ。気楽に言いやがって。あ、てかやべえじゃん。静かにしろっつってんだろ。こっちで助かったって本物の学校で結局カモシダに。バカのくせに鋭いな。安心しろ、現実のカモシダはこっちのことは知り得ない。シャドウってのは抑圧された本性、人が日頃目を背けている人格だからな。大丈夫ってことか。処刑のこと現実のカモシダは覚えてたか。そういうことだ。よっしゃ、それさえ分かりゃあとは。待て、約束通り道案内してやったんだ。今度は我が輩に協力してもらうぞ。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ、協力？言っただろ、我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためには遥かメメントスの。待てよ、何勝手に話進めてんだ。付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさかただで世話になろうってんじゃないよな。特にお前、すでに我が輩のプランの一部なのにか。うわ、抜け抜けと。我が輩が人間じゃないから、猫っぽいから、バカにしてんのか。こっちは忙しいんだよ。世話になったな猫。なかなかガッツのある猫だったぜお前。またどっかでな。じゃねえわ、マジねえわ。何、いい話上にまとめてんだから。ねえわねえわ、うえーわー。助かった、戻った。なんか振り回しちまったな、マリ。てかマジしんど。お前平気なわけ？顔に出ねえタイプってやつ。それよりマジだったら面白いことになんな。鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔、俺バッチリ覚えたから。そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ鴨志田もおしまいだ。体罰の証人探し、お前も手伝ってくれるだろ。そう来なくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら
意味ねえと思うぜ。もう知れ渡ってんだよ。むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。鴨志田がバラしやがったんだ。即バレなんて教師以外ありえねえだろ。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ。俺ん時みてえにな。俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえけど、体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たら、それこそ放っておけないだろう。頼んだぜ、俺も気合い入れっからよ。見つかりたくないなら単独でやる方が効率的、そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断した。違う？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あ、そういや昼から何も食ってねえんだった。ここで別れんのもなんだしよ。なんか食い行こうぜ。とりあえず来いよ。つかぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。はあ？んだよそれ。そいつクソすぎんだろ。あ、悪い。ほんで地元からこっち来て居候か。やっぱ俺ら性根が似てんのかもな。こんなこと思えたやつお前が初めてだ。周りから厄介者扱いされてて居場所ないとこ。俺もよ、前に学校でやらかしちまってな。場所四茶だっけか。地下鉄この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。んだよ、全然食ってねえじゃねえか。いいんだよ、協力の礼だ。つうわけで明日からもよろしく頼むぜ。鴨志田さえなんとかすりゃお互いちった居心地マシンなんだろう。あ、そうだ、連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。見てやがれ鴨志田、明日から即始めっぞ。まず奴隷にされてた奴らに話を聞く。球技大会だったよな、鴨志田推薦のバレエ大会とか。胸くそ悪いけどよ、おかげで午後は授業ねえし、みんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。つか食えよ、生姜ならいっぱいあっからよ。でよ、鴨志田をやっちまう方法だけど。そうだな。
うまく眠れなくて、目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ、私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って、実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。それより怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。うん、このくらい、大会前だし。鈴井、悪い、話してるとこ。その鴨志田先生が呼んでる。え、何の用？さあ。私、大丈夫だって。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだね。じゃあ私行かなきゃ。うん、頑張って。頑張れ、しよう。帰ったか。今日は真面目に学校行ったんだろうな。昨日の今日でさすがに懲りたか。ま、面倒を起こさなきゃ何でもいいがな。どこで何してたか知らねえが、騒ぎでも起こしたら放り出すからな。くれぐれも言っとくぞ。お前、自由の身だと思うなよ。とつるむんじゃねえぞ。分かったな。俺もう上がる。鍵かけとくからな。夜中に出歩いたりすんなよ。やるか。